スクリーンプラスをご覧の皆さん、こんにちは。中村智也です。山田裕貴です。4月27日発売のスクリーンプラスに映画100日間生きたワニのインタビュー、私たちのインタビューですね、が掲載されます。さあ、映画100日間生きたワニですが、これどんな作品になってますか？いやー、100日後に、死ぬワニの、はい、原作のね、原作があって、うん、でその後も描かれてる、うん、原作のその後も描かれているこの100日間生きたワニ、オリジナルがね、はい、オリジナル要素がありますから、オリジナルキャラのカエルも演じさせてもらって、はい、本当に前を向ける作品になっていると思います。あ、トモヤさんどうですか？え、同じです同じ。5月28日、こんなんでいいですか？5月28日より全国公開の映画100日間生きたワニ、うん、ぜひ劇場でご覧ください。はい、中村智也でした。山田裕貴もでした。いやー、もうモまでが名前です。違います